マイランは、アメリカ合衆国ジョージア州、ドッチ軍とテルフェア軍にまたがる位置にある都市。2010年のアメリカ合衆国国勢調査では、人口700人で、2000年の調査時点における1012人から、減少している。マイランは、ドッチ軍南東部とテルフェア軍北西部にまたがる、北緯32度1部13秒、整形83度3部51秒、 北緯32.02028度整形83.06417度32.02028-83.06417に位置している。軍の境界線は市の中央を横切っている。国道285線は市の中心よりやや南側を貫いており、東方は10マイルほどで、マクレア、西方は15マイルほどで安倍ビルにつながっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、市の面積は3.2平方マイルで、そのうち3.1平方マイルは陸地で、市の面積の1.26%に当たる0.04平方マイルは水面である。ジョージア州マイラン。2010年アメリカ合衆国国勢調査では、人口は1012人で326世帯215家族が当地に居住していた。 人口密度は124.4人、刑平方メートルである。また、住居単位は383個があり、47.1個、刑平方メートルである。人種構成は 64.、64.72%が白人、34.88%がアフリカ系アメリカ人、0.40%が複数の人種の根血である。人種を問わず、 ヒスパニック内しラテン系アメリカ人にあたる人々は人口の1.28%である。326世帯のうち28.8%には18歳未満の子供が同居しており、52.5%には結婚している夫婦が同居しているが、10.7%は夫のいない女性世帯主の世帯であり、34.0%の世帯は 家族ではない人々が同居する世帯である。全世帯の32.2%は単身世帯で、18.7%は65歳以上の単身世帯である。平均的な世帯規模は2.34人で、平均的な家族規模は2.97人である。年齢階層別の人口構成は、19歳未満が18.2%、 18歳から24歳が14.9%、25歳から44歳が32.1%、45歳から64歳が21.6%、65歳以上が13.1%となっている。年齢の中央値は36歳である。男女比は女性100人に対して男性が154.9人となっている。 18歳以上に限ると、女性100人に対して男性が166.2人となっている。接待収入の中央値は25,461ドル。家族収入の中央値は33,438ドルである。男性の収入の中央値は28,750ドルであるが、女性は18,750ドルである。一人当たり所得は、 12,451ドルで、ある。家族のおよそ19.8%、人口の22.8%は貧困線を下回る水準にあり、18歳未満では29.7%、65歳以上では28.8%が、これに相当している。ありがとうございます。